はい白です今回エネルギー列島2015年版、42長崎ということで、前回のお話でもですね、動画でもですねこう話をしましたけれども、長崎県の五島市、蒲島というところで、ですね洋上の、えー、大型風力発電というのがどんどんできて一つできているとで、それがどのような形になってきているのかという形の続きのニュースというのがですね、こう最近になって出てきたんで、 これに関しししててのちょっとニュースをお話いしいしいきたいと思います。島の海洋エネルギーで燃料電池線も走る温泉地には地熱バイナリー発電という形で長崎県の五島列島で海洋エネルギーの開発が活発だ付帯式による日本発の洋上風力発電設備が運転中で余った電力から水素を製造して燃料電池を搭載した船に供給するとこれこの間ちょっとお話ししましたよね。 県内のテーマパークでも太陽光発電と組み合わせた水素エネルギーの導入が始まり温泉地では地熱発電の実用化が進むという形です長崎県の西西方 100km のところに大小63の島で構成する五島市がある有人島は各11国が取り組む海洋エネルギーの実証フィールドに選ばれて二重式の洋上風力発電と潮流発電ですね 先端プロジェえ五、ー、島列島っていうのはね非常に細かい島があのいっぱいありまして大きなのが5つっていう風な形なのかもしれませんけれども非常に細かい島がいっぱいあるというところですねでここに潮流発電と付帯式の発電風力発電ですね実証フィールドっていうのがあってここにはアジア太平洋海洋エネルギーセンターっていうのもまあできるというふうに書かれてますね。 日本で初めて不体式による洋上風力発電プロジェクトは五島市のバ島の沖合で2010年から環境省が実施中だということでこれ前回の動画でもお話ししましたよねでこれがですね、まあ、ちょっと最初は小規模なやつでやってたんですけど大きな、まあ、ちょっとね次にこうやって見せますけれどもあの非常に大きな風力発電にこう変換されたと。 ここっちの方の方機械になったとということですね当初は発電能力が 100kW の小規模発試験機を使って性能や風景を観測してたんですけどもその後2013年に高さに 170m の実証機「エン風」に切り替えて商用レベルの運転を続けているという形ですこれですねこれ直径が 80m なんですよすごい大きいですねで五島市の まあここのカバ島というあたり、これ長崎県ですけどもまここのあたりのこの奥の方、ここら辺でやってるという形なんですね。火炎風は直径80メートルの羽を回転させて、最大2。メガワットの電力を供給することができる。風邪、樺島周辺では年間の平均風速が7。メートル毎秒を超えることから設備利用率発電能力に対する。実際の発電量は30%以上になると。 年間の発電量は5000万キロワット時を上回ると、最近では2015年9月に戦後最大級の台風が五島列島近くを通過した時の状況が話題になったと、で本土の長崎市内では、港に係留していた船が強風で折られて転覆する被害も発生するほどだったと、相当すごいですね。火炎風は強風に耐えて、発電設備にも問題が生じなかったからだと。 すごいですね。こんな大きい施設なのにね、倒れなかったということですよね。で、五島市で利用可能な、えー、あ、違います。ここ、ちょっとごめんなさいね。さらに洋上で作った電力から水素を製造する試みも始まっている。この水素は日本発の燃料電池船に供給して実際に海上を走らせたと。こういう感じなんですよ。で、環境省とか戸田建設船が入ってるんですね。ヒューエルセルボート。ちょっと読みにくいかもしれないですよね、書いてあります。 火炎風が発電した電力で水を電気分解して水素を作り CO2 を排出しない水素で船を走らせることができるとすごいですよねもう未来の船版という感じです海洋エネルギーを活用した近未来の島の姿を想像させる試みであるとねえやっぱり離島っていうのは船が欠かせないですから船がそういう CO2 フリーの燃料電池で動かせるっていうのはすごくやっぱり大きいことですよね で実証フィールドは、かばしま沖を含めて、五島列島の周辺海域で3箇所が選ばれたと。残る2箇所では、潮流発電を計画している。現在は潮流の速さや向きなどを検調査しながら、えー、具体的な実施方法を検討中だ。2020年をめどに発電機を海中に設置して、実証試験に取り組む予定になっていると。五島市で、えー、利用可能な再生可能エネルギーの潜在量は60億キロワット。 を、えー、超えるすすごいですねその6割は、付帯式の洋上風力発電で、次いで潮流発電が15%、着床式の洋上風力発電が9%を占めているということです。こんな感じですね。着床式っていうのは、下にもくっつけることができるということで、えー、海のその深さがそれほどもないところですね、浅瀬のところで作れるということです。 膨大な海洋エネルギーを電力に転換して2030年には再生可能エネルギーで7.3億キロワットの電力を供給できるようにすることが目標だということですね。すごい計画がありますね。この目標を達成できると年間の発電量は一般家庭の使用量年間3600キロワットに換算して20万世帯分を上回る規模になると。今年だけではなくて、 えー、長崎県全体の総世帯数56万世帯の3分の1以上を株はすることが可能だということですね。海洋エネルギーの導入量を拡大しながら経済と環境の両面で持続可能なエネルギーの島を目指すと素晴らしいですね。あのー、私の知り合いに五島列島出身の方がいましてね、まあ、今はほとんど島の方に帰らないという話でしたけれども。 やっぱりね、島っていうのはすごくいろいろな設備の面で、えー、不利なところがいっぱいありますね。でその人が、まあ、高校生中学生までいたのかな高校生はもう長崎の方に、えー、学校に通ってたということなんですけどもやっぱりですねその島での生活っていうのは非常にそのこういったエネルギーの面なんかでも不利な部分っていうのはいっぱいあるっていうのを聞いたことがあります。 でですのでねやっぱりこういう長崎県から実証実験を行って全国的に広がってあるいは全世界的に広がってっていうところがあるとすごく夢がありますよね。で長崎県はこの特に九州なんですけど福岡でもですねいろんな実証実験を行ってましてあのものすごくやっぱり、えー、全国的にですねそういう環境性能を超えた水素の発電ですとか まああのエネルギーセキュリティの面ですとかね、そういった将来的なエネルギーの,あの創造ですね、環境面ですとか、そういうのを全部超えた部分でえ頑張っているんですけど、なんでね、こういった部分があの進んできているのかっていうと、ですねまああの九州全体に言えることなのかもしれないんですけども、九州というのは、明治の頃からですねあの炭鉱の町としてすごく栄えた町なんですよね。 ですので、す、え、のーまあ、炭鉱というのは全国にも、ね、いろんな場所でありましたけれどもそういうところから何かこう生み出せないかという気質というのがですね、やっぱり、あのー、住んでいる方たち全体にあるんだと思いますね。でそういうところからやっぱり政府の、えー、援助ですとかあるいは色々なこういろいろな企業の援助なんかがやっぱり入ってきて じゃあちょっとやってみようかというところでものすごくあの進歩してきているというところにもなってきてますよね。で、これね、すごくいいなと思うのが、もうちょっとあのいろんな方にお見せするっていう形でいいと思うんですけども、九州というのはですね、あの特に長崎とか福岡なんかもそうなんですがあの、台湾とかですね、中国にすごく近いんですね。で、船で結構行き来している人がすごく多いそうなんですけども、 そういうところからもこういうエネルギーセキュリティの面ですとか発電の面っていうのをそういうアジアの方たちにお見せすることが可能でやりやすいというところもあるんですよね。で実際そういう場面をいろいろなところでお見せすることによって台湾とか中国の方なんかにもね、あのー、そういった技術を輸出しやすくもなってきますので、まあ、まずはねやっぱりそういうところがいろいろな人に見てもらう。 いううとところもすすごく大事かなと思うんですよね私もねなんでこういう動画を撮ってるのかっていうとこれをね見てもらった方にですね少しでもこういった技術があるよこういった方法で、えー、エネルギーっていうのがですねあの日本から発信できてるよっていうところを、まあ、1人ででもも多くの方に、ね、知ってもらいたいといたとう気持ちです私もねまあ、こういったプロジェクトにそれはもう参加できればね一番いいことではあるんですけどもとりあえず知るっていうことが ものすごく大事だなと思うんですねで知ることによってじゃあ原子力なんかはどうなのっていうところですとかねあのー、世界中にそのエネルギーで困ってる方に対していう技術がもう少し発展できればあなたたちの国とかね地域でも生かせるよとかですねまあ戦争なんかもねこんなエネルギーでやっていくことはバカらしいよっていう話にもなってくるじゃないですか。で ちょっとでもね、あこういう技術だったらうちの会社も協力できそうだなとか、あこういうことだったらちょっとお金出しても良さそうだなっていう資産家の方ですとか投資家の方なんかがね、動いてもらえればもっといいですよね。まあ、あの、国が動いてもいいと思うんですけども、そこら辺でのね、あのちょっとしまず知ってもらうっていうところに少しでもね、慣れればっていう形で私はいつもそういう気持ちで発信をしております。ですので、 あのー、こういったお役に立てるニュースというのがなかなかな、あのー、取り上げられてないなっていうところもあるんですよね。本当はテレビでもっと大々的に特集組んでもいいかなって私は思うんですけどもなかなかやってくれないんですよね。で、まあ、YouTube をね見ている方に少しでもこういう部分でお役に立てればっていう形でお話しさせていただいてますけども。 あの他にもですね何かご意見とかがあれば、下のコメントの方にねあの書いていただけると非常に助かりますし、えー、こんなものもあるんだよとかって、こういうものを紹介してよっていうものがあれば、そちらの方からですねあのぜひ私の方も動画を作って紹介していきたいなと思いますので、まあ、私も独自にねどんどんあのニュースを見ていきたいなと思ってますけれども、もしそういうことがあれば、こあのコメントいただければねあの助かります。 はいどうもありがとうございます。今日もねちょっと長くなってしまったんですけどこのシリーズでまた13ってあるんですけども第2弾は第3弾なんでねあの作っていきたいと思います。どうもありがとうございます。